はい、皆さんこんにちは。タクシーチャンネルケンタです。本日はこちら、社会保険料30%時代にっていうニュースについてお伝えしていきます。お伝えするというか、もうタクシードライバーやってて、ものすごく日銭商売というか、こういうふうに部率が結構かかってくるから、月々いろいろあるんですよね。給料が、ちょっとした変動はあるんですよ。私もね、例えば50万円以上と言ってますけど、確かに50万円の時もあります。で、60万円の時もあります。70万円の時もありますっていう感じなんですよ。なので、月に20万とか10万とか変わると、結構その社会保険料に関して敏感になるんですよね。なので、このニュースは結構、読み切っちゃいましたっていうところが、この日経新聞のニュース。社会保険料が30%台へっていうところですね。で、これ社会保険料だけで30%って見ると結構ショッキングな数字だなと思うんですけど、私が計算してるとこですね。例えば消費税とか、酒税とか、車の税金、家の税金、様々あるじゃないですか。そういうのを、全部ひっくるめると、私たちのその給料に対して税金の率って多分50%ぐらいだと私は思ってるんですよね。なので、タクシーで、じゃあ仮に年収600万稼ぎましたと。で、これ額面じゃないですか。で、年収600万稼いだって言っても、自分の手元に残って、純粋にお財布の中に入ったり、貯金できたり、投資できたりするお金って300万ぐらいしかないんですよね。ご飯も食べなきゃいけないし、服も着なきゃいけないから。そういう時代が来てる中で、他の仕事をしてる方ももちろんいろいろいらっしゃると思います。私の友達もいろんな仕事してます。中で、やっぱりその稼ぎを、しっかり稼ぐ力を自分でつけると。自分の手で作っていくと。稼ぎをね。それと、あと休みですよね。休みとかその仕事のメリハリ。仕事を毎日毎日、じゃあ朝からもう晩まで、もう深夜までずーっと繰り返してて、じゃあサービス残業ありますみたいなところでやってたら、それ以外何にも考えられないじゃないですか。なんでこんなに自分のお財布にお金がないんだろうって思っても何にもできない。疲れちゃうから。それ5年前の私なんですけど。漠然とした不安で、ツイッターとかに、なんでこんなに国は悪いんだみたいな風にずーっとつぶやくような人間になっちゃうと思うんですよ。私もそうだったからわかる。すごくそれは。仕事ばっかりしてると他のこと考えられないんだよね。だから、すごいお金溜まってない気がするんだけど、みたいな。みんなそうだし、みたいな。周りの人みんなそうだし、いや、みたいな感じなんですけど。タクシーになると、自分の腕次第ではお金が結構やっぱり上限しますし、600万円ぐらいやったら、私が言ってるように営業スキルとか、私の選ぶ会社だとか、私の営業スキル、あとはそのモチベーションの維持っていうところで、しっかり誰でも、誰でも100%とは言いません。ただ90%ぐらいの人は達成できるぐらい再現性があると私は思ってます。で、それプラスで、やっぱ12勤務しかない。月に12勤務しかなくて、明けの日はもう絶対に携帯が鳴らないとか、仕事のこと考えずに済むとか、やっぱりそういう環境に置いてみて初めて、自分の置かれてる状況っていうのを客観的に見たり、自分が本当にやりたいことって、もしかしたら気づいてきたりするのかもしれないなって私は思ってるんですよ。で、この仕事もう一ついいなと思うのは、結構年配の方ですね、40歳、50歳、60歳ってなってくると、やっぱりその第二の人生というか、今まで働いてきた仕事を一旦やめて、じゃあ次、老後の生活とか、これからの生活のことをまた一から考え直すことがあると思うんですよ。その時に、そのタクシーのスキルがあるっていうのは結構いいことだなと思ってて、収入もあるし、例えばその社会性、会社とつながってるとか、友達が会社に行って話す人がいるとかもあるし、65歳以降の、雇用に関しても、65歳まで、63歳とか2歳ぐらいなんだよな、最近大手って。だもう少し早めにね、やっぱり動いておくと、65歳以降も、ずっと雇用は継続されるという、業界で、75ですね、基本的には。で、体力に合わせて、嘱託勤務っていう、結構さらに、乗務日数が少ない回数にもできますし、で、何より、その時に、いい会社を知ってるとか、やろうと思えば、営業スキルがあって、そのコツを知ってる、みたいなところも大きいかなと思うんですよ、正直。私は今、30ちょっとですけど、そういう人たちが、思う、社会保険料とか税金の負担感と、また50歳、60歳とかの方が思う、これからの税金の負担感とか、まだずっと働かなきゃいけないよねとか、年金もらうまで結構まだね、伸ばさなきゃいけないよねっていうところとは、またちょっとね、立場が違ってくると思うんですが、タクシーっていう仕事は、どっちにも、対応できるというか、フィットしてるし、門戸がやっぱり広い。他の仕事じゃね、やっぱこういう1回で面接して、決まるとかないし、結構ちゃんと落とされるから、
タクシーも落ちますけど、まあ、落ちますけど、言って、すごい、なんかその、ハードルは低いじゃないですか。そういう仕事で、やっぱりいい会社に入って、自分でスキルつけて、まあ、結局そこがないとね、入ってもなんか、稼げなかったよなとかって、ブー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 言って終わる感じ。そう、雑談はじゃあここまでで、この社会保険料とか、その、なんだ、税金が高い時代、まあ50%ぐらいあるかなって私は思ってるんですけど、そういう時に、まあ、思っておきたいポイント3つぐらいお話ししてます。私が思ってることなんですけど、これ。まあもしよかったら参考にしてくださいっていう程度のものです。はい、私が思ってることですね。これ1つ目は、私たちが、例えばそのコンビニとかで買っているものの値段っていうのは、多分、その値札よりもずっと高いんですよ。それは何かっていうと、その税金とかが、まあ、引かれた後の金額で物を買ってるからだと思います。まあ、これタクシーやってればあるあるなんですけど、例えばその、なんだろうな、コンビニペットボトル買おうとするじゃないですか。150円とか160円ぐらいの。それ買おうとしたら、まあ、3、その売り上げを上げる、そのメーター料金って そう。これね、なんかもう、大丈夫かなと思うんだけど、私ね、ずっとね、そう思ってたんだけど、その物買うときにこれ、メーター料金だといくらだな、みたいな風に思っちゃうんですよ。だから、6割かけるとして、まあ、160円とかだと、まあ、300円ぐらいじゃないですか。それぐらいのメーター料金ちゃんと走んなきゃいけないんだって思っちゃうから、嫌だなと思ったら買わなきゃいいし、まあそれぐらいだったら走ると思えば買えばいいし、みたいなところはあります。だから、そうね、その、ちょっといいご飯行ったりして、まあ飲み行ったりして5000円とかじゃないですか。そしたら満州引かなきゃいけないな、1本みたいな。そういう感覚になります。で、そっからやっぱりその税金とかいろいろ引かれて、会社にも引かれて、で、なんか私たちのお給料になってるので、まあそういう意味では、その値札の金額をそのまま買うというよりも、じゃあこれやるんだったら、じゃあ何万周、1万周取んなきゃいけないなとか、そういうふうに考えることが、まあ、タクシードライバーになると多くなります。中で宣伝です。Twitter の DM で都内タクシーの転職相談を受け付けています。簡単な質問から優良企業の紹介、斡旋も行っております。ケンタ経由で入社された方の限定特典として営業スキルの伝授などを行っております。詳しくは概要欄、ぜひご覧ください。はい、次ですね。タクシーは収入と休みの調整ができるっていうところです。これは、例えば社会保険料の算定つけて4、5、6月なんですけど、毎年。そこでこう残業を減らして、その収入を調整するんですよ、皆さん。で、結構低めに抑えて、社会保険料の登記を下げておくっていう人もいます。あとですね、まあその2月とかは結構閑散期って言われてて、まあ今年もそうだったじゃないですか。2月、1月って結構閑散期だったと思うんですが、そこで、有給を使うと。そうすれば、その今までのなんか高い売り上げのやつを有給かけてもらえるし、そこで休めば、まあちょっと得だよねっていう感じもできたりはすると。だ、そういうふうにうまく皆さん、その自分が損しないように考えて、一人一人が動くっていう、まあその感じはタクシー業界はあります。はい、最後3つですね。これは、正社員雇用結構でかいよねっていうところです。まあ、社会保険料とか、その税金とかが上がってても、正社員雇用で守られてるっていうところは結構大きいなと思ってるんですよ。例えば、厚生年金は半分会社と折半ですし、健康保険もそうじゃないですか。だ、これを、例えば個人事業主で本当にやんなきゃいけないってなったら、全部自分が支払うことになるんですよ。まあ、ウーバーの配達員とか、ウーバーのタクシーとか、まあ、海外見れば全部個人事業主だと思います。ってなると、まあ、そこを全部自分で払って、保証も自分でつけて、その、保険、車両だったり人だったりも保険かけなきゃいけないし、もし私たちが事故して腰壊してもしまっても、ウーバーとかだったらそういうね、就業不の保険に入ってればいいけど、入ってなかったら、まあ0円なわけじゃないですか。そう。会社だったら傷病手当でもらえるし、だ、そういうところの恩恵はやっぱりあるなと。だ、その守られてる状態で、まあその、スタートできる。タクシードライバーとしてスタートできる。それはすごく大きいことだなって私は思うんですよ。まあ、もちろんいい会社に入ってですけどね。聞くんですよ、たまに。そういうの入ってないっていう会社もね。社保入ってないって、マジで会社行ってんの？みたいな。やばくない？みたいな会社もあるから、この業界、本当に。社保、厚生年金入ってないとかね。保険証がなんか来ないとかね。いや、あるんですよ、本当に。8ヶ月保険証なかったとかね。いや、びっくりしましたね。いや、本当かよ、みたいな。そう、あるから、まあ、とりあえず話戻すと、正社員雇用で、そのタクシーのドライバー未経験でスタートすることができる。これは本当に大きいことだと思います。だから2年間とか3年間とか5年間ぐらいは、そのタクシーしっかり学ぶまではそういうふうにやって、正社員に守られた状態で攻めに転ずるというか。で、攻めながら、例えばそういう、ね、スキルアップだとか、その、お休みをどう使うだとかっていうところを、こう工夫して、よりなんか自分の、なんか自分らしい生活を築いていくというか、自分の長所をね、こう出して、
こうよりね、生活を良くしていくっていうことは可能なのかなと思ってます。今日の話はなんか雑談みたいな感じでちょっとあれなんですけど、まあ一番を見ればなんか私を見てくれればね、なんかそういう風な感じしませんか。だって私こうやって YouTube 撮ってますけど、乗りながら撮れるんですよっていう。だから5年もあればこういう風に自分の時間をうまく使えるし、まあ3年2年でも使えるんですよ全然。使えるし、で別にそのね、なんか貧しい感じじゃないし、普通に A 収上げてれば大体ね、A 収見れば大体収入なんてわかるじゃないですか。それぐらいもらいながら、こうやって毎日できるっていう仕事っていうもんですよっていう。だこれをね、果たしてブラックっていうのかとか、稼げないっていうのかっていうところは思いますね。ただ、まあその何回も言うように、その入職時とか、その隠し転職にはすごい、まあコツがあるから、コツというかまあ罠もあるし、コツもある。そこを飛び越えていく人が結構、まあいないというか難しいからっていうところで、まあ私はこういうふうに発信したり、こういうサポートをしています。はい、今日はですね、社会保険料 30% 時代に突入したっていうところなんですけど、これからもですね、その乗務員同士、この他の会社であってもなんか仲良くね、手を取り合って、まあいろんな知識をこう交換して、あのこれ使えそうだなと思ったら使ってみていいし、まあよりよくね、もう本当にしていかないと本当生き残れない時代になってくると思うので、なんか全然ね、良ければいいんですよ。なんかもう年収200万とか300万でずっとカツカツの生活して、それで行くんだったらいいと思いますよ。だけどそうじゃないじゃないですか。やっぱりある程度生活安定していたいし、美味しいものたまには食べたいし、旅行だって行きたいじゃないですか。海外から来てね、旅行いっぱい来てるのに、私たちが海外に旅行行けなくなるみたいな話ってなんか嫌だから、それだったらやっぱりしっかり自分で行動して、周りの人と手を取り合って、みんなでなんか何とかしていこうっていう思いは私はあります。引き続きですね、タクシーの動画発信していきますので、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、ですね、相談なんですけども、YouTube 1000人になったので、まあやりたいなと思ってたことがちょっとあって、昨日営業しながらぼーっと考えてたんですよ。なコラボとかってどうかなとか思って。私こうやって一人で喋ってますけど、もし誰かとこうやってタクシーの経験者とか、タクシー系の YouTube の人とか、転職サイトの人とかとお話ししたら、結構皆さんにとってもっと解像度が高くて、いい情報出せるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ。まあ、ただね、その、まあタクシーに対する悪口とか、まあ、タクシー最悪だったわ、みたいな、やめたわ、みたいな人とよりは、その、なんていう、どっちかといえば、これからもタクシー、いいんじゃないとか、タクシーどうやったらね、もっと豊かにできるかなって考えてる人の方が多分相性はいいと思うんですけど、もしですね、誰かとコラボしてほしいっていうことがあったら、まあコメントにいただけたら、それ読んでちょっとオファーしてみます。受けてくれるかくれないかわかんないですけど、お互いにね、多分ね、その、いいことはあると思うし、なんか話してみて気づくこともあると思うので、なんか楽しみだなーとか思ってたりはします。